グレック・ルジンスキーは、アメリカ合衆国入りのイ州シ,シカゴ出身の、元プロ野球選手。右投げ右打ち。太い腕、大きな体、豪快なスイングから、ザ・ブルのニックネームで親しまれた。1968年、フィラデルフィア・フィリーズからドラフト一巡目で指名され、入団し、1970年9月9日に、メジャーデビュー。チームメイトのマイク・シュミットと共に、 フィリーズの主軸として活躍。1975年、打率。334本塁打、120打点を記録し、打点王のタイトルを獲得。MVP の投票では2位だった。1976年から3年連続で、ポストシーズンに進出するが、いずれもリーグチャンピオンシップシリーズで敗退。1977年は打率30。309。 39本塁打、130打点と活躍するが MVP の投票ではまたしても2位だった。1980年4度目のポーストシーズン進出を果たしヒューストンアストロズを破って初のワールドシリーズに進出。ルジンスキー自身は3試合に出場し9打数、ノーヒットに終わったもののカンザスシティ・ロイヤルズを4勝2敗で破り、ワールドチャンピオンに輝いた。 1981年のシーズン直前に、故郷の球団である、シカゴ・ホワイトソックスに移籍。移籍後は、指名打者として出場。1983年には32本塁打、95打点で、ホワイトソックスのポストシーズン進出に貢献した。1984年6月8日のミネソタツインズ戦の1回に、満塁本塁打、翌日の試合の7回にも、 満塁本塁打を打ち、メジャー史上10人目の2試合連続満塁本塁打を記録した、同年引退。現在は、シチズンズバンクパークにあるレストラン街、アシュバーンアレーで、ブルーズバーベキューを経営。メジャー球場の中では、最大級のグリルを持ち自分がグリルに立ち、この球場内では一番人気になり、サインももらえるほどで、試合が行われている時には、 大行列ができるほどである。ありがとうございます。